皆さんおはようございます。平日は基本4時には起きるっていう習慣になっています。朝起きて一番にすることはオイルうがいです。年初からアーユルヴェーダの健康法を取り入れていて、太白ごま油を口に含んでそのまま10分くらいクチュクチュしながら口の中をオイルで洗浄します。もう朝ヨガは2年くらい続いてますね。よく朝早く起きるにはどうすればいいですかっていうご質問をご相談をいただくこともあるんですけど、ズバリその秘訣は早く起きることです。まあ、何言ってんだっていう感じだと思うんですけど、朝早く起きるには夜早く寝ないとって思ってる方多いと思うんですけど、私たちが眠くなるときメラトニンっていう通称睡眠ホルモンが発生するんですけど、そのメラトニンは朝目覚めて15時間から16時間後に最も発生するっていう風に言われているので、早く寝るためにはまず早く起きないとこのサイクルを作れないので、目覚ましをかけたら一度でその時間に起きるっていうシンプルなことを実践し続けるっていうのが、まあ、習慣になってしまえば早起きも全然苦じゃないです。まあ、とは言っても皆さんそれぞれ生活サイクルがあると思うし、早起きしなければいけないっていうことでもないので、このお話は参考程度に受け取っていただければなって思います。ヨガは YouTube を真似してやってるだけだから柔軟性が上がりましたとかは大して変わってないです。もうビビたるくらいですね。私の中では毎日続けるっていうことが目的なので、5分くらいかなでささっとやって終わりです。ご飯の支度をしていきます。この朝の時間で朝食、お弁当、夜ご飯の準備まで済ませちゃいます。私は朝活をしたいとか朝が得意だから朝に済ませるっていうよりも、なんかやるべきことが後に残っているっていうのがすごい嫌いなんですよ。朝に夕飯の支度を済ませるのは後で楽をしたいからなんです。夕方って子供のお迎えに行って子供と自分の夕飯の支度をして、子供と自分の入浴をして、子供と自分のスキンケアをして、子供と自分の髪は乾かすって、ちょっとあえて周りくどく言ったんですけど、まあ、ワンオペ家事育児をされている方は共感いただけるかなっていうふうに思うんですけど、もう寝るまで全然自由に時間を使えないじゃないですか。なのでお風呂に入るとか夕飯を食べるっていうのを朝にやることはできないんで、夕飯を作るとか子供が起きる前にメイクを済ませておくっていうのもそうですね。できるだけタスクをもう前借り前借りで朝に持ってくることで、夕方から夜の自分を楽にさせてあげたいっていう思いで、私は朝に家事を詰め込んでるだけなんです。よく朝早くからすごいですってお褒めいただけるんですけど、私は子供の対応をしながら家事をするっていうマルチタスクが本当に苦手で、自分に余裕がないとイライラしちゃうっていう、まあ、私の短所の解決策が朝活っていう感じです。
はい、ということで身支度をしていきます。1年半ぐらいも使ってるかな、ヘチマスポンジです。ヘチマを乾燥させているだけなので、製造過程の時点でもうカーボンニュートラルだし、使用後は土に埋めて自然に変えるので、これは究極のエコアイテムだと思います。泡立ちは一般的なネットに比べたら弱いと思うんですけど、慣れてしまえば全然問題なく使えます。最近のスキンケアは断然シンプルで、洗顔後はトーンのブースターを使います。まあ、これずっと使ってますね。これのおかげで肌が柔らかくなって、化粧水の吸収が良くなる気がします。で、こちらはいただき物なんですけど、ロシオの化粧水です。結構シャバシャバ水のようなテクスチャーで、オレンジの香りが爽やかで夏にぴったりです。保湿クリームもロシオです。これはこう繰り出した時は結構こっくり系のクリームっぽいんですけど、伸ばしたらみずみずしいテクスチャーで、すごい不思議な感じです。はい、という感じでメイク完了しました。前髪ちょっと今浮いてるんですけど、これ後で戻るのでご安心ください。水筒にお水を入れていきます。我が家は麦茶とか作ってなくて、お水です。作るのがめんどくさいっていうのもあるんですけど、なんか麦茶って傷みやすいらしくって、我が家はスーパーで無料でもらえる水を週1ぐらいで汲んできてるんですけど、そのお水を使ってます。おすすめの朝食はいつもフルーツとタンパク質とおにぎりかパンって感じです。まあ、菓子パンはね、ちょっと糖質も添加物も多いので手作りしたいなっていう風に考え中です。ということで、みんなを起こしていきたいと思います。本日も動画を見てくださりありがとうございます。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。